げさまで税関の方々 のご指導にいただきまして、今回 RCEP の資格取得を取ることができました。メリットとしましては、将来的に出光がますます中国の工場において RCEP の関係の輸出国に出荷した場合、お客さんにとっても関税の面でメリットが取れる。今回優遇が受け入れであろう原産地証明の優遇ですとか、手続きの簡素化、そして関税の面ではお客様もメリットが出ますし、我々出光グループの中でも税金の面での節約等が期待できますので、非常に将来期待をしております。我们去年卖到日本去的产品大概是1400万美金左右。RCEP 出来之后呢，就是说对于我们的客户成本节省来说，大概是税收方面啊，就是进口税方面能够节省大概是40万左右人民币吧。我们会专门去研究这个，就是这个成本，我们的成本更有优势。在 RCEP 关税减量和原产地规则共同作用之下，区内将形成从原材料加工、生产乃至销售的全链条循环，这将强化南沙在先进制造业方面的优势，为南沙外贸进出口注入强劲动能。